では腹筋をやっていきたいと思います。お腹周りですね。イメージは収縮って言ってタッチすることも大事なんですけど、どちらかというと離していく動作の方が大事なので、そこをちょっと意識しながらやっていきましょう。ではまず最初は仰向けになった状態で膝を曲げた状態で、少し近めにしますかかとで、右手を耳の横に当てて肘と膝をタッチさせます。はい、で反対の手は床をついてていいです。少し支えてて OK ですので、このままお腹のあたりでタッチするようにやっていきましょう。ではいきましょう。レディーゴー。タッチ1、戻して2、そうさせて吐いて3、ナイス4、ナイス5、ナイス6、7、8、9、ナイス10。はい、OK、頑張っていきましょう。さあ、左手、耳の横、OK。右の膝と左肘タッチ、よし、ナイス、2、ナイス、3、ナイス、4、OK、5、いいですね、6、ナイス、7、OK、8、ナイス、9、ラスト、はい、OK。では次は足をちょっと広めのスタンス。でこちらですね、足広くして、かかとがお尻に近いほど楽になりますので、ご自身でちょっと調整しながら、足が離れれば離れるほどと、きつくなりますので、でそのまま一回手を開いて、手のひら上にします。はい、8の字にしたぐらいの状態ですね。で体をちょっと浮かせて、でそのまま左手の指先でかかとをタッチします。で足を上げない、このまま。この状態のタッチとスライドして、体をそのスライドしたまま、そう、2、3、ナイス、タッチして横の腹筋、シュッ、ナイス、そう、と、顎を引いて、おへそを見ながら、6、そう、足を動かさない、7、そう、ナイス、タッチ、ナイス、キュッ、ナイス、ラスト、はい、OK、いいですね、OK。では左足を伸ばします。はい、で、左手はついていただいて、そうですね、右手を、バンザイします。今度は足と手をタッチして遠くで合わせる感じで元に戻す。それによってより腹筋に負荷をかけましょう。斜めのクロスの腹筋ですね、負荷をかけていきましょう。では行きましょう。レディータッチして体を起こす。1、はい、2、そう、いいですね、3、おへその位置ぐらいで、そう、4、吐いて、ナイス、5、そう、6、素晴らしい、7、8、ナイス、9、ナイス、ラスト、 OK、 いいですね。では反対いきましょう。左手アップ、そう、右足タッチクロス、エッジ、ナイス、2、ナイス、3、そう、ぐっと締めて、シュッ、5、ナイス、6、シュッ、8、ナイス、キュッ、ラスト、はい、ナイス、オッケー、いいですね。では次は手を前習いしていただいて、足を持っていきます。丸くなるような姿勢を取ります。そうですね、この状態から膝と、ごめんなさい、手首と、できれば手首の位置もしくは肘が膝とタッチするように体をちょっと浮かせます。この状態から、はい、バンザイして両方とも手足伸ばして、そうで、ストップしたらまたくるまってローリング、そう、2、ローリング、3、そう、同時に開いて、4、ナイス、そう、吐いて吐く息でお腹反らない、5、6、ナイス、7、頑張って、8、ナイス、8、9、よっしゃ、ラスト、はい、OK、 いいですね、
OK、では足を曲げて、次はツイスト、横の腹筋系いきます。体一回起こしましょうか。はい、床をタッチするようにツイストしていきますよ。で、足を少し自分の方に膝を曲げて寄せます。足浮かせます。そう、この状態がスタート。ちょっと V の字作る感じですね。で、両手で地面をタッチ。そう、で反対、1、2、3、4、5、6、そう、膝曲げてこっち抜く。そう、8、ナイス、9、ナイス、10、はい、OK。 横の腹筋のツイスト。今度は上半身を固定して下半身を動かす。あ、音源出ましょうか。OK。 足を曲げてお腹はおへその上、90度にしましょう。お腹はおへその上で OK。 そう、あ、手なんですね、ごめんなさい。で、締めたまま膝を横に倒す。はい、戻して、そう、反対側、そう、ゆっくり、そう、戻す、ナイス、ダウン、そう、アップ、ダウン、そう、お腹をこの時に持ってかれないように気をつけて、横側、2、3、アップ、6、2、3、戻して、吐きながら、7、2、3、横の腹筋使って、8、2、3、ナイス、9、2、3、ナイス、10、2、3、はい、OK、 いいですね。次はおへそから下の腹筋をちょっと狙っていきましょう。肘をついて体を起こしましょうか。そうですね、で足伸ばします。一回伸ばしたときにダランとして、そう、このまま両膝を曲げて自分の方に寄せていきます。グッと寄せて、そうで、寄せたら吐く息で遠くに足を伸ばしてキープ、腰反らない、はい、持ってくる、吐いて、ナイス、2、OK、はい、吸って吐きながら遠くに、ナイス、3、なるべく遠くに持ってく、ナイス、4、吐いて、5、いいですね、絞りながら、6、ナイス、OK、 そう、お腹、8、キュッ、ナイス、ラスト、絞って戻す、 OK、 いいですね。では次は今の状態から足伸ばしちゃっていいですか。大丈夫ですか。で、一回足をこう斜めに、そうですね、楽にしていきます。れます、そう、で、このまま同じ形を膝曲げてクロス絞っていきます。このまま、はい、足を押して押すように、そう、横の腹筋使って下腹部、そう、吐いて、そう、2、ナイス、ギュッと押すように、3、そう、遠くに足伸ばす、膝開かない、1、いいですね、5、一気に絞って、そう、6、ナイス、ファイト、7、ナイス、ファイト、8、ナイス、OK、ゲッ、ラスト、はい、OK、ナイス。さあ、そうですね、反対側いきましょう。同様に絞って曲げて伸ばして、1、ナイス、吐いて、2、ナイス、なるべくこの位置に、3、ナイス、横の腹筋が持って、吐く息で、シッソを締めていく、ふーと、5、ナイス、6、そう、7、そう、下腹部で伸ばして、お尻かかとで押す、そう、8、9、ラスト、はい、OK。ではもう一度上向きになりましょう。寝ていただいて、ちょっとこっち側に、斜めに、斜めに、そう、OK、もうちょっと低いですよ。 OK、ありがとうございます。次は、もうちょい下腹部、およそから下をちょっと刺激していきましょう。次はですね、足を伸ばして自分の方に巻き込みます。で、このまま両足伸ばして上にしましょう。
この位置から床、自分の、膝のところに、膝の裏に手を入れてもらっていいですか。そう、で、伸ばして膝を、そう、グッと自分の方に乗せます。 OK、この位置で相手を離してお腹に持ってて、手をお腹に持ってて、はい、はい、足伸ばしたまま、はい、で、足を下ろしていって、はい、持ってくる、よし、膝伸ばして2、そう、おへその下あたりから、3、そう、20度ほど下げてアップ、シップ吐く息で、ダウンダウンダウン、5、ナイス、ダウンダウンダウン、6、ナイス、ダウンダウンダウン、7、よいしょ、8、オーケー、ラスト、はい、オーケー、いいですね、オーケー。では次は膝をもう一回自分の方に近づけて、はい、足アップのグッと伸ばして、そう、この状態で円を描くように回します。1、2、膝伸ばして、3、4、お腹回す、5、自分の近くで回して、6、7、ナイス、8、9、反対回し行きましょう、1、ナイス、2、お腹、吐いて、3、4、5、ナイス、6、素晴らしい、7、ファイト、8、9、はい、OK、押します、膝を曲げて、OK、で、ラスト、さっきやった足上げのやつですね、いきましょう、膝を曲げて、そう、お腹、下腹部ですね、親指よりもちょっと下のあたり打ち切って、かかとで押すように上にアップ、1、そう、グッと、2、そう、下の位置このまま、3、そう、僕の手を蹴って、4、膝を戻すよりもグッと、そう、5、お腹で上げる、6、そうそうそう、7、そう、8、そうです、お腹で上げて、9、そう、まっすぐ、そう、はい、OK、ブレイクしましょう、お疲れ様でした。